はい。えー、こんにちは、ジャンゴです。今回は、えー、スライム軍団ね、動画撮ると思います。ということでね、やっていきましょう。えー、酒場カーニバル、えー、残り3日と9時間、えー、ありますが、まあ、これも、さることながら、もう一つですね、新キャラゲットできるイベントとして、えー、こちらが、えー、来ておりますよと。 まあ、貴重っていうキャラクターみたいなんですが、まあ、このキャラクターがね、ゲットできるイベントなので、えー、まあ、ちょっとね、えー、ピース回収頑張りたいかなというとこですね。で、このイベントに関しては、えー、期間中にね、あのー、ステージ内で過ごした日数、まあ、要するに経過単数みたいなやつ、えー、の累計でね、報酬が、えー、配られますよということで、まあ、無料分でもね、えー、2ピースは手に入るので、 集めていきたいかなという感じですね。で、えー、このイベント前回の時に、えー、2ピースすでに集めているので、俺の場合はね、450日までしのげば、えー、一応ね、召喚できるぞということなんですよね。で、えー、まあ、召喚できるキャラ、えー、基調がこちらになっていて、土属性ですね。えー、集団で現れる敵を攻撃し、えー、腐敗状態にすることが得意ということで、まあ、状態以上腐敗っていうと、 えー、ノーマルのね、ミイラかなミイラとかが、えー、使う技だったと思うので、まあ、ミイラの上位互換キャラなのかなという感じですね。まあ、属性が土なんで差別化はされてるんだろうなと、あの、それ以外の要素としてもね。はい。えー、まあ、そんな感じのキャラなんで、まあ、ここはここでね、えー、ピース集めたらちょっと使ってみたいかなという感じですね。まあ、ただね、こちらもやっぱりね、テンプがね、あのー、用意されてないということで、まあ、ちょっとね、 S キャラの中では優先度が下がっちゃうから、召喚タイミングどうしようかな、みたいな悩みも、えー、なくはないんだよね。まあやっぱり、添付解放できるキャラのレベルをね、早めに9にしたいぞというと、まあやっぱり、えー、それらのキャラ以外のキャラは、えーあ、召喚ちょっとね、あのー、待機させちゃうかな、と <laughs> いうことですね。まあ、だからね、あのー、ルビとかね、えー、スメリフラワーとかも、 もう召喚もね、してみたいし、実際使ってみる動画撮ってみたいところではあるんだけど、一旦保留にしてるのはね、やっぱり、レベル8でもうちょっとで9になるよというキャラを、ある程度ね、レベル9にしてから、まあ、エイミーが一番近いかな、33だから。えー、エイミーとか、グランドスパイクとか、まあ、できれば、恐怖の魔王あたりまでを、レベル9にしてから、ちょっとこっちのね、召喚は、えー、ぼちぼちやっていきたいかなとか、 今んところのペースとしてはそんな感じの計画でね、考えてますという感じかな。まあ、それより前にね、アップデートとかで、まだね、添付来てないキャラの添付解放しますよとかっていうのが来ればね、また別なんだけどね。はい、ということで、まあ、今回はね、まあ、新しくね、こちらのえイベントも来てますよという話と、まあ、最後にね、酒場カーニバルのえビンゴやって終わりにしようかなと思います。 まあシーズンパスのこっちもね、こまめに開けてこうって話をしたので、まあ、開けてみましょうかね。まあ、これに関してはね、S では出ないんで、気軽に、えー、ちょっと中身見る感じですね。まい、あ、大体ノーマルが来て、えー、レアがね、まあ何が来るかですね。 あ、鉄拳はまあ嬉しい。まだだ11に上がったばっかなんで、えー、次のレベルアップまでは遠いっすね。まあレベル10でもうすぐ11ってキャラが結構増えてきたので、えー、まあその辺が出てくれれば嬉しいかなというとこですね。カクタスに関しては、えー、素材揃ってるけど、えー、コイン的に高いんでね、まだちょっとレベルアップはさせてないよという感じですね。エンジニアはね、ボットとセットで使いたいって意味では、えー、レベルアップ楽しみな一体ですね。オリバーは、えー、後からゲットしたので、とりあえず9。 えー、ピエロも8にはできますね。はい。えー、という感じですね。まあ、トーテムとかね、欲しかったけど、今回出なかったね。はい。えー、じゃあ次は、えー、酒場パン、酒場、酒場カーニバルの抽選やっていきましょうか。えー、今回用意できたビルは4本なんですが、まあ、あいいところのね、ビンゴがリーチになったら、えー、追加でね、ちょっとダイヤで、えー、引くかもしれません。ということで、まあ、あ行ってみましょう。えー、下から2番目の横の列がね、 あのー、揃ったらビール追加されるんで、ま、あその辺狙っていきたいかなというとこですね。まあ、一番上はね、揃っても、え、そんな大したものではないんで、バーサーカー一体、あの、50体じゃ、50ピースじゃね。いや、なんか上が揃いそうだな。<laughs> 大したとこじゃないって言ったら。<laughs> さあ、どういう感じだ、これ。あいー、い猿か。猿ちゃんね。猿ちゃんワンピース。うーん、そうだね。まあ、やっぱり、 バーサーカーとビールの列ならビールの列揃ってほしいけどね。<laughs> しかも上、上さ、全部コインってちょっと旨味ないな、これ。<laughs> まあ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 、えー、ラスト引いてみましょう。さあ、どこが開くそこ開く。はい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 。まあね、ここはね、あの、エスリアキャラ3枚、えー、手に入る列でもあるので、 そうね、ちょっと追加で引いてみるのもありかもしれないけど、ただね、ちょっと50まで、50まで引くかっていうとね、なかなか難しいところではあるから、ね、抽選これ、あのー、3回ビンゴすると更新されちゃうっていうのがね、前回よく理解できてなくて、えー、やっちゃってね、結構損したなという部分があったので、 え、これね、一番上の段が揃いましたが、え、この後ね、あと2列揃うと、リセットされちゃうんですよね。だから、えっと、ま、欲しいところの列がね、リーチだからって言ってずっと引いてて、他が揃っちゃってリセットされて、欲しいやつ取れないみたいな、えー、そういうことも結構あるので、ま、その辺はね、このビンゴ注意が必要かなという感じですね。あのー、自分でね、あの、リセットするって選ぶか、引くか継続するっていう、 タイプもいろんなゲーム他のだったらあるかなと思うんですが、まあ、これに関してはね、あの、選べずに3列揃うと強制リセットになっちゃうっていうね、えー、そこは、ま、イベントを回すときの要注意かなというとこですね。まあ、なので、まあ、これね、ちょっと追撃、えー、50ダイヤでできるんだけど、ま、あね、ちょっと、天井まで、えー、50回回すとね、セレナさん追加でピース手に入りますが、50回回回すのに必要な、えー、ダイヤがね、 ま、ダイヤだけ換算で言うと、えー、50回だと、えー、2500かな ?2500 ダイヤ必要なんで、まあ、それを考えるとね、なかなか難しいのかなと。途中でね、あの、ビールの列とかが揃えば、それ実質150分、えー、天井までのラインが低くなるってことなんで、まあ、ビールをね、どれだけ狙い撃ちできるかが、えー、安く、セレナさんゲットできるのに重要かなとは思うんですが、ま、あなかなかね、簡単にはいかないぞ、というような気もするんでね。 多分ね、あの、上のバーサーカーがね、なんか露骨に揃ったみたいに、えー、ノーマルピース、レアピースが揃いやすいんじゃないかなというような雰囲気はありますね。<laughs> まあ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 、完全に運だよと言われたらそれまでだけど。で、えー、こちらのね、交換所のエンブレムの方ですが、えー、とりあえずね、ルビーを3ピース交換はしましたよという話を、えー、前してたんですが、えー、残りね、どうしようかなって言って、スリアのピースももちろんいいんだけど、ドラキュラのね、えー、闇属性の添付の交換素材と、えーあ、強化素材とね、変えるのもありかなって言ってたんですが、まあ、どうしようかな、ここを変えると、 ここ変えるのもね、本当に、えー、ありだとは思うんだけど、ちょっと、えー、470まで溜まってきたので、まあ期間内にね、迷ってようかな <laughs> というような、えー、こともあるんですよね。まあビンゴね、回さないって思ったら、先にね、グランドマスター宝箱開けてみて、宝箱から出てくるピースの数によってはね、恐怖の魔王を選んで、えー、レベル9にね、早く到達するんじゃないかとかっていうこともあるので、まあちょっとね、 えー、ギリギリまで迷おうかなと思ってます。ということでね、えー、今回はこれで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ